こんにちは。なんでだろうって疑問を抱くのは頭がいい証拠だそうです。なんでだろうって疑問を抱くんではなくて、これはどうせこういうことだろうっていうふうに勝手に決めつけたり、なんでだろうと思うんだけども、それで止まってしまう人っていうのは、ちょっと先を見るとね、えー、自分の新しい脳のスイッチが切り替わるんではないかなっていうふうに言われたこともありますね。今回ポケベルが未だに売れてるんだけど、これ何に使われてるのかね。これいろいろと考えてみましょう。 ね、ポケベル何のために使うのかなってことです、えー。私が思いつくところ、使い方は2つです。1つは、これはすぐに思いつく方が多いと思いますけども、ポケベルはね、あのー、目覚ましに使えるんですよ。ですんで、すごく便利で、消費電力もちっちゃくって、ちっちゃくてね、で、持ち運びも便利だからっていうので、ポケベルを目覚ましに使うために携帯してるっていう人はいるんじゃないかなと思います。でもそれスマホでもいいじゃん。 っていうふうに感じるかもしれませんけどもポキベルのあの感覚がいいって方もねもしかしたらいるかもしれないですよねだって未だに腕時計つけてる人もいたりとかスマホもあるんだけどもでも時計も私たちは使ってますもんね例えばこういうふうにですよスマホを除けばいいのにこういうふうに時計使ってるわけですよ壁にも時計をはめてる例がありますよねなんで,でしょうねスマホの時計じゃダメなんですよね、うん、その人それぞれということですもう一つなんですけども これはね、dfax ってサービスを知っている方だったらピンとくるんですよ。dfax ってのは、fax 普通に送るじゃないですか。その fax の送り先がメールで受けれるっていうね、そういうサービスです。これ私も使ったことがあるんですけども、あの、fax の機械がないという体、ね、でね、メールでいただいた fax を読みますよっていう、それ d メールっていうサービスがあるんですけども、d メールが届いた時に、ポケベルの,あのサインがぷよぷよってなるようにはできるんですよ。 だから使い方としてはこのぐらいじゃないですかね。あとは懐かしくってコレクションしてるぐらいだと思うんですけどね。まあ、いずれにしてもどうしてもなくちゃダメっていう人は極端に少ないのかなと思いますけども、い、まあ、未だにニーズがあって、この方じゃないとやっぱりね、ダメなんだよ。この方がいいんだよっていう方がいるかもしれません。その方のためにもうね、市販されてない、残り少なくなった、廃棄もされてないポケベルがたまたまね、手元にあったらメルカリに出してみるか、でマッチして売れるってことになるんじゃないかなと思うんですよ。まあこういうふうに なんでだろうどうしてだろう誰がこんなものを必要としてるんだろうっていうふうに疑問を感じた時にいろんな仮説が浮かぶことそしてその仮説に対して答え合わせをするためにこういろんなね活動をする検索をする裏付けを取るっていうことがあるとちょっとね人生は面白くなってくるかなっていうところでございますまあ自己満足の連続ですけども他にも何かあるのかな一応ねあのポケベルが使えるような電波っていうのはもう発信されてないんでサービスは停止してますんで ポケベルとしての機能はもう全然ないですね。それこそ電波を偽造して、なんか無理やりポケベルに発信するみたいなことをすればできるかもしれませんけども、フォーカス可能性があることとコストがむちゃくちゃかかるんで、多分そんなにね、めんどくさいことやる人はあんまりいないと思います。まあ、ゴルゴ13ぐらいだったらね、もしかしたらやるかもしれませんけどね。いってらっしゃい。